夢がやってきた。さあダブル AR の大将天竜魔剣山本日のメンバーと高松中60分日本の勝負です。アゴは190パラドカズハヤオシカズハヤオシがコールされました。MLW 世界ヘビー級チャンピオン小島さとし、ドッカンファイター2世は平井信和、黒い食べ手が高まっている。そしてそしてめでたくこの10月1日全日本プロレスの取締役に就任した和田恭平レフリーがさばきます本日のメインイベント。さてこちら放送席です、週刊ゴングドーのおなじみ流行伝承記者は長野陰さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそして実況アナウンス私松崎敏郎でこの一戦もバイオレンスにお送りしてまいります。いよいよ全日本プロレス2002ジャイアントシリーズ開幕戦後楽園ホールメインイベントを迎えます。まず林を開い今ゴングなってスタートしました。さあまず林そして平井信和であります。両者の先発から先陣が切って戻されるわけであります。このメインイベントタッグマッチ60分一本勝負。まず林は世界ジュニアタッグ決勝進出者決定戦無制限一本勝負で淵浜田組をヤンと組んで破り、そして決勝戦ではロビーブルックサイド剣道家臣組を破りました。得意技のファイナルカット、そのファイナルカットも炸裂するんでありましょうか。飛び越えていってここから先打っていって、さあこれもどうか。カズヤさん思いっきりリストホイップ、そして平井信和バックステップを使って少しニュートラルコーナー付近に下がりました。リングの中央で持って今度はバックを取りました。カズ林のバックを取って思いっきり今度はグランドの展開か。さあカズ林が今度はうまく時計回りに回っていってくるくる回っていった。さあ今度はどうか。腕を掴みに来ました平井信和、腕を掴んでいった。さあ今度は首を掴みましたのがカズ林、全体これもうまく横に流し込んでいってここでポーズを作ります。平井がおっとここは長丁発止といったところか。宇佐野さん、はい、全日本プロレスの30周年記念パーティーのね、そのパーティー会場で平井と会ったんですよ、はい、で少し話をしてみたらですね、はい、やっぱり、うん、自分もこの新体制になったら、ね、より以上やってやりますよと、そんなことだったんですよね。そうですね、今ね、はい、WR 軍としてもね、要の存在になってきてますしね、はい、ここでまあ一発なんか飛躍欲しいところですよね。そうですよね。ですからその飛躍のチャンスっていうのは今日登場したレスラー全レスラーにあるわけですからね。そうですね、でカズ林もね、はい、全日本入団半年にして、はい、6人タッグの、リーグ戦優勝しましたし、この前ジュニアタッグ優勝しましたしね、はい、もう勲章2つ取ってるんですよね。そうですよね、そんな平井信和そしてカズ林両者の先陣でありますこの先発局面を迎えているわけでありますけれども、平井信和が腕を取りました。左の腕を取って絞り上げてくる、それを切り返しに行きたいところでありますが、カズ林さあ前転していってここは後方を回りました。カズ林首の力を掴んでおいて、腕を切っておいてドロップ至近距離からカズ林、さあカズ林少し、そして小島正史からテックラリアットいきなり来た逆水平、逆水平できた天竜逆水平、小島の胸板のパンチちょっと、そして逆水平、逆水平できた天竜源一郎、来るなら来いよというところ、譲らないですねお互いに。頂上端からグーパンチグーパンチショートできた小島、フライングメイヤーにはいかない、ロープに振られてラリアット天竜ラリアット、逆水平天竜から飛び込んでます。さあ天竜から平井伸和小島を捉えてくるのか、逆水平になりました。うまく大きく、そしておっと小島がまだ天竜に攻撃をしているんでありますが、あくまでも天竜の方向いてますよね、はい、俺の相手はお前ではない天竜だという、そんな小島しかしタッチはしています。ショートできた、今の空が強烈でしたね、はい、フェンスにぶつけました。依頼の部活天竜持ってくる、天竜が椅子を取りました。天竜椅子を取って危ない、
椅子がちょっと流れました。そうですね、前回はこの椅子をね、はい、小島が蹴飛ばして天竜が流血してしまったんですよね。はい、さあ天竜源一郎エプロンからリングラーに入れました。小島智、小島にしてみれば俺もそのヘビー級のチャンピオンだと。そうですね、さあその小島智からカズ林が入ってまいりました。ここはレッグスプレット、小島智からカズ林にスイッチ。ここはカズ林が少し相手の懐に飛び込んでいってそれをかき回そうという撹乱殺法に出るんでありましょうか。カズ林太もものあたりを蹴りつけていってうまくめくり返してくる。さあここカズ林足を取りました。カズ林まだ飛び技には来ません。自らが思いっきり特効力を持って突っ込んでくるドエロでアギラが見られるか。そのカズ林後方を回っていったのが平井伸和でバックホールをキャンバスの中央ドシーンと打っておいて川の体勢カウントが入っていってどうか。カウントは2カウント。さあ平井伸和そして平井から天竜、天竜源一郎が入ってまいりました。あ、これは見ものですね。カズ林ボディを蹴られました天竜源一郎。もう大佐野さん、はい、ちょっと私の見方が間違っているのかもしれませんが、天竜こう大きくちょっと一回り大きくなったような感じがしますが、そんな感じですよね、どうですか。なんか四つ組見えますよね。久々に右サイド見たせいかもしれませんけどもね、ショートでくれ膝の顔面これはたまりません。カズ林天竜はここはある意味での強引技にかかってしまうのか。天竜が一回りも大きくなった感じ、体も大きくなったということはそれでパワーの方も大きくなりました。天竜源一郎、その天竜源一郎から平井伸和、平井が数をロープに飛ばしていった。ここは勝林が聞いていました。勝林が平井伸和に蹴りを決まっていったところで小島聡が入ってまいりました。小島聡胸板にここは手を落としてくる。平井伸和がロープの襟を利用していった。どうか、ここは小島が抑え込んでいった。カウントは2カウント。サインボブがあっさりと決まってくれなかった。早くも早く行きますね。ちらっといじりましたけどね。はい。三者攻できた。カウントが入っていってどうか。カウントは2カウント。何かアメリカに渡ってから小島の表情も当然的に変わりました。そしてまたチャンピオンとなった王者のその風格というのも小島聡見えてまいりました。ノータッチでもってここは入ってくる。まず林トップロープを出して思いっきりダイビングしてまいりました。まず林であります。天竜に一発、天竜とやり合う。これには天竜が怒り狂った。これはきついね。これはきついぞ。さあ天竜源一郎が椅子を、これはちょっと大変ですよ。天竜のやけぼっくりに火がつくか。危ない。お客さんに当たった。危ない、ね、お客さんに当たってしまった。これは天竜暴挙、これは天竜暴挙。危ないことをしますね。天竜が暴挙というものに出ました。なんか今ね、左目に当たった。シューズがめり込みましたよ。確かにめり込みました。ロープに振っておいた。林が全然そのままに当たった。全然そのままに全然はいなかった。さあ、まあ、厳しいですね。確かに厳しい。ロープの反動を利用していった。天で抑え込んでいったのがステップ。めり込んだ、めり込んだ。さあここから林はどうするか。シャイニングシャイニングビターロなりました。カズ林天竜が手形を落としました。天竜源一郎、そして平井伸和スイッチ。しかしね、カズ林の向かっていくね、このスピリットは大したもんですね。本当ですね。そして林
ドライバーに行くのか、脳天不意打ちめくっていってカウントが入るが、カウントはツーカウント。さあ裏ダブル AR スペシャル、これは通常のやつですね、はい、通常のダブル AR スペシャル、ね、はい、さあ平井信和、これはちょっと自力で逃げることができるか、カズ林ダブル AR スペシャルに捉えられておいて引きずり込んでいって天竜が待っている。さあ天竜ゲージが入ってくる、場外降りましたね、何かこれは場外に、あっと水平行列、そして天竜ゲージが椅子を取りました、椅子持ちましたよ、手敷き、わーすごいですね、これは天竜完全防御、すれ持って一撃天竜逆水平、ペットボトルを持って、あー水をかける、これは屈辱の水、屈辱の水であります、屈辱の水を吹きかける、さあカズ林と天竜、大掃除の目の前での両者の乱闘、プロデューサーの椅子がそしてまたペットボトルを中継ひねり、そして平井のドロスが入ってまいりました、タイムチェックを取った、エルボーに待ってまいりました、行っちゃうぞと言いましたよ、今平井は相手に不足をかけてダイビングエルボー、カウント、なかなかね、平井も憎たらしいファイト仕掛けてきますね、はい、今度はどうか、後ろに出来ました、バッティングエルボー、これはうまく直結しました、MLW 世界ヘビー級チャンピオン、突っ込んだラリアント天竜引き付け、天竜引き付け、なかなか3つ目が入りません、ローブの反動を利用していったラリアットをうまく封じておいて、ここはラリアットが持ってきた、そうですね、タイガードライバーですね、はい、しかし効力はなかったようです、ただね、はい、頭から落ちたような風に見えましたね、はい、さあ引っ張り込んでいって走り込んでいった天竜のラリアット、もう一発来るか、すごい力でしたね、スーパー戦法できました、 DDT 思いっきり引っ張り込んでいった、キャンバスの中央を抑え込んでいった、カウント入っていってどうか、カウント、うわっ2カウント、張り手、大相撲の世界でもこの張り手でもって、天竜は仕切り戦場から相手を封じ込んできた、そして垂直落下は後ろに守られた、ボディを蹴っておいた、小島勝った、小島勝った、直接外しましたよ、サポーター外しましたよ、サポーターを外して MLW 世界ヘビー級チャンピオンがラリアットに行けない、そしてこの体勢から垂直落下、垂直落下、抑え込んでいった、よくカズ林
手動いてますね。はい、ね、浴びせ倒したような形でしたね。小島は6キロ減量して挑んでいます、このシリーズ。さあ、今日は小島の対戦になりました。勝林、ダメージが回復しましたか、どうですか。そうですね、これだけ動けるっていうことはね、まあ、回復してる次第にかかわらずすごいファイティングスピリットですよね。はい、パワースラムカウント相手でどうか、カウントは2カウントです。なかなか3つ目が入りません。もう兼任不罰といったところであります、この 4強。ラリアットから、そしてトップロープ、トップコーナー乗せました。バンバックルに寄せていって、さあ平井信和飛びつきの技を見せてくるぞ。平井信和がここ飛びついてくるかどうか。流れ式の、そうですね、トップロープに立っての流れ式ですね。流れ式のブレンバスター、大きな雪山から今巨大な流れが起こってしまった。カウントが入ってきて、カウントは2カウント、カウント2で返しました。いや、これだけね、体格が違うとカバーさんで跳ねるだけでスタミナ消耗しますよね、カズはね。そうですね、終わったんですが、立ち上がってくるカズ林、カズ林がニュートラルコーナー、ストップコーナーで用意していくかどうか。ファイナルカットが出るかどうか。ファイナルカット、新しい入り方を見せましたね、はい、うまくファイナルカット入っていったところ、カバーに巻き崩して小島につないだ、小島につないでいった、小島につないでゴーフの反応両者、ターンどうか、パワーアップ、で返しました。小島がロックボトムに捉われた。片襟突き上げていってカウント、どうか、カウントは2カウント。天竜がカズ林をエプロンからリングした、本人持ってきた。さあ天竜がどうするか、飛んでいっていった。ここからですね、胸に突き刺さりましたね。リング上は小島が、さあ平に捉えられてしまうのか。小島ラリアット、小島のラリアット、抑え込んでいってカウントはどうか、スリーカウント、スリーカウント。小島激勝となりました。いやー、さ、しかしすごい乱闘がありましたが、そうですね、はい、やはりね、カズ林の頑張りが勝利につながったと思いますよ。になりました。16分27秒、16分27秒です。